こんにちは、あきらです。今回はフィリピン我が地方都市の近くにある温泉に行った際、ぼったくりにあった件についてお話しします。ここの温泉はだいたい我が地方都市から40分ほど離れたところにあります。温泉自体の詳細はすでに別の動画で紹介しています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。今回はこの温泉の湯船、コンクリートでできた湯船があるんですけど、そこではなくてこの川自体がですね、もうすでにあったかいので、ここにせっかくなので入ろうと思っています。でこの川なんですけど、川自体は結構厚めのお湯が流れている、そんなイメージです。なので、まあ、そのまま入ると火傷する可能性もありますので、結構場所を選んで水とお湯がちょうどよく混ざっている、まあ、適温な場所をですね探すのに非常に苦労しました。ただまあこの場所については先日日本人の方と一緒に行った際に、まあ、おすすめのスポットというかおすすめの場所をすでに教えていただいていましたので、今回はそこをですね、まあ、私も真似して入るように今準備をするところです。で前回の動画でも少しお話ししましたが、このような結構ですね、コンクリートでしっかり湯船も4つほど作ってあって、まあ、お湯を源泉から引いたり、あと水はですね川の方から引いたりと、まあ、結構きちんと温泉施設としては機能していると思います。なのでまあこんな山奥にですね、なんでこんな温泉を作ったのかっていうのは、まあ、非常に謎なんですけど、まあ、使わせていただける我々とすると非常にありがたい場所です。で、まあ、天然の温泉なので、まあ、効能が何かは全くわからないんですけど、まあ、普段湯船にですね浸かるということは非常にできないフィリピンの生活ですので、こういった温泉施設っていうのは非常にまあ長期滞在する我々にとってはありがたい場所です。で早速川にですね向かって、温泉を入れる場所を探します。で、まあ、先ほどもお話ししましたが、すでに、日本人の方に場所は教えていただいていましたので、早速ですねそこに向かっています。で、まあ、荷物をですねあまり遠くに置いておくと、まあ、一人なもんですから、誰かが途中で来て、まあ、来ないとは思うんですけど盗まれたりっていうのも嫌だったもんですから、必ずですね身近な場所に荷物は置くようにします。で今度はカメラですね、まあ私の入浴してるとこなんか誰も見たくはないとは思うんですけど、まあ一応ですねせっかくなので、記念にと思いまして、カメラをセットしているところです。で、まあ、そうこうしているうちに一人の少年がやってきました。Say hi to Japanese people. So, do you live near here? Yeah, entrance. Entrance? 200. Huh? Entrance. No. Don't give me that. I know here many times. I'm not tourist. I'm the resident. I came here many times. Never be like that. Don't do that. I know. Yes, sir.No. It never be like that. I know. I came here more than 10 times. まあ近所に住んでいる子かなということで、まあ世間話をしていたら入場料を請求されました。で、まあ結局はお金は払うことはなく帰ってもらいました。まあ、で年はですね大体15歳前後ぐらいの少年だったんですけど、
見た感じはですね、非常に純粋そうな好青年といった風貌でした。ただまあ実際にはこういったことをですね、普段もやっているのかわからないんですけど、観光客、私なんかカメラを持ってフラフラと撮影をしていたので、きっと観光客だと思われたんでしょうけど、そういったお金を請求するということをもしかしたら、定期的にやっているのかもしれません。で、実際この後に温泉に入ろうと思ったんですけど、なんだかちょっと怖くなってしまいまして、というのは今回は無事に断りはしましたけど、何かですね、こう腹いせで、一回戻って仲間を呼んできてまた戻ってくると、そういう可能性もゼロではありませんし、あと乗ってきたバイクですね、温泉の入り口に止めてありますけど、あれをですね、腹いせに壊されたりとか、あとなんかバイクを倒されたりとか、あとシートをですね、なんかナイフで切られたりとか、そういうことをされる可能性もあったので、これは非常に心配になって、今大急ぎでバイクのあるところまで戻っているところです。で、本来もう少しあと1時間ぐらいは温泉に入ったりしてのんびりしていたかったのですが、そういったこともちょっとできなくて今戻っています。あちゃ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 あ。でこれ戻る時がこれ想像以上に大変でして、で上りの方がきつい、下りの方がきついとか、人によって違うかもしれませんが、私の場合はこの上りがですね、非常にきつかったですね。特に早く戻ろうというちょっと急いでいたからかもしれませんが、画像を見ていただいても分かると思うんですけど、かなりのですね、急な階段で、これ登るとですね、どんどん息が切れてくるんですね。でもう最後の方はもうハハハハ言って、で最後には結局あと少しのところで、あまりにもですね辛くて、途中で止まってですね息を整えたりと、それほどきつい階段の上りでした。で道自体もそれほどですね整備されていませんので、バイクのことは気にはなっていたんですけど、後半に来てですね、あまりですね急ぎすぎて逆に足を踏み外して谷底に落ちてしまったりとか、あと足をひねって動けなくなってしまったりとか、そっちの方がですね、バイクを傷つけられるよりよっぽどまずいなと思いまして、最後の方はゆっくりと上に登っている、そんな状況でした。で最悪、バイクをなんかされても直せますし、谷底に落ちてしまったりすると、誰にも発見されないとか、そういったこともありますので、もしバイクが傷つけられていたら、それはその時だなと、この時は覚悟しています。で今までですね、順調に来ていたんですけど、こういったぼったくりに遭うとですね、非常に気分も良くないですし、次にですねここにも来たくなくなってしまうっていうこともありますので、今回の件は一つの勉強ということで、この後別途ご説明しますが、近所のですね大人の方にもこういうことがあったということで報告をしました。で無事に温泉の入り口まで戻ってきました。でバイクをパッと見たんですけど、特にですね大きな傷とか、そういった触って何かこう嫌がらせをされているといったことはありませんでした。シートの方も別にこじ開けられたり、何かバイクを傷つけられたりとか
そういったことも特にありませんでしたので良かったです。でただですね、この時に一つ気づいたのがマスクがなかったんですね。なのでもしかするとマスクを温泉に忘れてきたかなということで、近所のコンビニでマスクを買っているところです。でちなみにマスクは1つ5ペソでしたね、約10円です。でこの時に店番の女の子、だいたい10歳ぐらいの子だったんですけど、今温泉に行っていたら200ペソを男の子に請求されたと、入場料ということでという話をしたら、オーマイガーっつってましたね。まあ、フィリピン人の現地の方でもそういったですね、入場料を取るというのはやってはいけない行為っていうのは分かっていただいているようでした。で店の女の子に普段からこういった入場料を取るということはよくあるんですかと聞いてみたら、まあ分からないというようなことを言っていました。で結局マスクはこの後家に帰ってからリュックの底から出てきました。で日本で買った結構しっかりしたマスクだったので、まあなくしたと思った時はショックだったんですけど、まあ見つかってよかったです。でまあこのまま暗い気持ちになっていてもしょうがないので、この温泉の近くにあるコーヒー農園に向かっています。ただコーヒー農園がですね、通常の道よりもさらに今までよりも悪い道の先にあるので、今まあ見ていただいてわかると思いますが、ものすごい砂利道ですね。こういった舗装されていない道をどんどん登っていきます。だいたい時間にすると5分ぐらい、まあ、5分弱ぐらいですかね、をただひたすらまあ時速20キロ前後で登っていきます。まあ、途中大きな石があったりとか、特に走りづらいところがあったので非常に注意しました。で後で現地の方に聞いてみたら、まあ、この道もですね、まあ、今年いっぱいぐらいにはある程度舗装すると。なのでまあ先ほども少しショベルカーが出てきましたが、少しずつですね、まあ、大体2人から3人ぐらいの従業員の方がこの道をですね、今年中にある程度舗装するということをやっているようです。ただまあ結構ですね、長さもありますし、まあ、本当にですね、まあ、今年中に終わるのかというところもありますので、フィリピンはよくあるんですけど、その今年中に終わるということが今年中に終わらないということは多々ありますので、まああまりですね期待せずに、いつかこの道がきれいになればいいなと思います。でしばらく走ると目的地のコーヒー農園に到着しました。次回の動画ではこのコーヒー農園について紹介したいと思います。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。今後も私のフィリピンセミリタイア生活のリアルな実情について情報発信を続けたいと思います。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。